オースティン、途中交代。ティーへやっぱ滑ったか。よかったな、筒香ポジション空いたぞ。筒香が一番必要な球団って横浜なのか。オースティン離脱したら必要になるね。オースティンも負け試合だから休養なだけやろ。横浜初筒香を必要としてる。でも筒香が横浜を必要としてないんや。オースティンって守備しなくても故障するから DH やってもすぐ離脱するな。ハーナーにしてんだ。なんかよくわからないけど盗塁阻止できたからよし。首位攻防戦がこんな試合でいいんですか。前は立浪擁護しただけでアホ扱いされたからな。どっちの首脳がアホなんだか。去年一昨年よりも試合出ずにさよならですか。もしオースティン怪我なら下から井上召集あるかな。それはそれで楽しみなんだが。やっぱりオースティン怪我したし、誰だよ筒香を守ると来ないとか言ってるやつ。解雇でいいよ佐野一塁にして、梶原くんとかを外野で使おう。調子いいのに何しとるねん。これあさってスタメンじゃなかったらもうそういうことやんけ。ご視聴ありがとうございました。